皆さんこんにちは、Gソウルグブルだ。皆さん火曜日無断で動画を休んでしまって申し訳ございませんでした。まあちょっと結論を言いますと、もう疲れすぎててもう何もできませんでした。今一応体調とかは全部治ったんで、もう全然今ピンピンしてるんですけど、月曜日と火曜日はもう疲れすぎてもうちょっとやばかったです。はい。気になってる方がいると思うんですけど、私先週の日曜日に2級建築士の製図試験を受けてきました。結論を言いますと、今年の製図なんですけど、僕的に言えば去年の10倍以上の手応えはあります。去年は、まあ、図面書き切った時、ちょっとこれ大丈夫かなって思ってたんですけど、今年は図面書き切った時に、よし、絶対にいけるって思ったんで、僕も書き切った時に結構チェックしたんですけど、まあ、よっぽどのミスがない限りは僕は受かってるかなって思っております。その後僕は某資格学校に行って、プランニングチェックとかやって、まあ、その担当の方に聞いたら、8割ぐらいはできてるって言われて、で、あと僕が試験終わった後に、まあ、ちょっとここ書き忘れたなとか、これ大丈夫かなって思ったところ全部言ったら、いわゆるその一発アウトの文言じゃなくて、まあ、ものによっては限定みたいな感じで済んだんで、僕としてはめちゃめちゃ一安心しております。今年は去年の倍以上勉強しましたので、今年は多分受かってるんじゃないかなって思っております。まあ、とりあえず今は、まあ、結果発表待ちでございます。2級建築士の製図試験が終わったので、僕は今後どうしようかなって思ってたんですけど、僕は1級建築士を受験したいと思います。で、まあ1級建築士はもう本当に日本の国家資格の中でもう最難関って言われてるんですけど、僕は1級建築士を取りたいという目標がありますので、頑張りたいと思います。とりあえず来年の1級建築士の学科試験に向けて勉強したいと思います。で、まあそれに伴って動画の投稿頻度なんですけど、まあ今年については動画投稿は週に2本とします。動画の本数は6本になって、2本がメイン動画で4本はショートにしたいと思います。まあ一応6本とは言ったんですけど、動画の増減があるかもしれないんですけど、基本的には週に6本の動画を作りたいと思います。はい、最後になりますけど、私ヒロゲーを応援してくれてありがとうございます。今後の動画活動につきましては、先ほど言った通り来年の1級建築士の受験をしながら、とりあえずマイペースでまあ動画を出していこうかなって思います。もし動画出せれなかった時は、僕午前中に Twitter や YouTube の投稿機能でまあお知らせしたいと思います。で、クイズについてなんですけど、来週から再開したいと思います。まあちょっとさすがにクイズの問題作るのも大変なので、1日1問とさせていただきます。2ヶ月後には僕主催の徳島ブリックランドが開催されますので、これも頑張っていきたいと思います。はい、以上ヒロゲでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。